はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、造血幹細胞移植について僕の経験を交えながらね、簡単にお話しさせていただきます。造血幹細胞移植というのはですね、その名の通りなんですけども、造血幹細胞を移植するということなんです。そのままやんけってなったでしょうけどもね、ほんまにね、そのまんまのことなんです。造血幹細胞というものの形がね、同じものの形を持っている人から移植してもらうから、造血幹細胞移植と言います。でそんな造血幹細胞移植というのはですね、3種類ありましてね、骨髄移植、末梢血管細胞移植、再帯血移植というね、この3つがあるんですよ。まず骨髄移植はですね、骨髄にある造血幹細胞っていうのを移植してもらいます。で次に末梢血管細胞移植っていうのは、末梢血にある造血幹細胞を移植してもらいます。そして最後のね、再帯血移植っていうのはね、再帯にある造血幹細胞を移植してもらいます。めっちゃ簡単に言いましたけどね、ほんまにね、そのまんまなんです。でもその3つに共通しているのがね、それぞれの中にね、造血幹細胞というのがあるということなんです。でそしてそんな造血幹細胞と造血幹細胞移植についてはね、もうちょっとだけね、詳しくお話しします。まずはね、造血幹細胞からね、お話ししますけどもね、造血幹細胞とはね、骨髄の中でね、白血球、赤血球、血小板、リンパ球といったね、血液細胞をね、作ってるね、血液の種のようなね、細胞なんです。でこの造血幹細胞っていうのはね、骨の中の骨髄の中にしかないためにですね、この細胞を移植するにはね、骨髄をね、採取する必要があるんですよ。骨髄の採取っていうのはですね、ドナーさん、骨髄をくれる人のね、ドナーさんに、もう全身麻酔をね、行いながらですね、両側のね、腸骨、骨盤の骨のことなんですけどね、骨盤の骨にですね、100回以上ね、特殊な針がついたね、注射器みたいな、ポンプみたいなやつをね、ブスって刺してね、採取していくんです。100回以上ですよ、100回以上ね。でもその他にもですね、方法があってですね、例えばね、末梢血管細胞移植の場合でしたらね、特殊な薬をね、ドナーさんの体に投与することによってね、通常なら末梢血、いわゆるその普通の血管にね、流出しないんですよ、造血管細胞が。でもそれを無理やりね、流出させた骨髄の中から、赤血球とか白血球とか血小板にならずに、そのまま造血管細胞のまんま、普通の血管に流出させた造血幹細胞っていうのを、採取するという方法とかね、あとはね、女性が赤ちゃんをね、お腹の中に授かって出産するときにね、へそ脳ってあるじゃないですか。でへそ脳の中の血液である再帯血と呼ばれるね、部分があってですね、部分じゃない、血液があってですね、その再帯血の中に造血幹細胞がね、あるんですよ。でそれを、その入ってである最大から取るというね、やり方とかね、あるんです。伝わったかな。でそれぞれ骨髄から造血幹細胞をもらう、末梢血に流れ刺した造血幹細胞をもらう、再帯血にある、造血幹細胞をもらうという、この3つのやり方があるんです。そして次はね、それぞれを、体の中に入れる造血幹細胞移植でございますけども、その造血幹細胞移植というのはですね、患者さんの自身の骨髄をですね、完全に破壊した後にですね、ドナーさんからもらった造血幹細胞を患者さんの体に移植するということです。そのままです。同じことを何回も何回も言ってますけどね、ほんまにそういうことなんですよ。ほんで移植する目的としてはですね、患者さんの病気を治すことなんですね。でそしてその移植するんですけども、それをね、する前にね、
大量の抗がん剤投与とかね、全身にね放射線照射を行ってですね、白血病細胞をね破壊しておくことが必要なんです。でこれをね全処置と言いましてですね、簡単に言うとね移植する前の準備のことなんですよ。でこの準備段階がねほんまにね地獄だったんですよ。もうあのこれまでね僕のこの動画を見てくれてる方やったらね何回もお話していることなんですけどね、聞くだけでね壮絶でしょう。もうね今までそのね骨髄移植をするまでにこうやってきた抗がん剤とかよりもねもう味わったことないぐらいの苦しみだったんですよ。もう常にね嘔吐下痢は当たり前やったしね、口の中のただりはね、今とはほんまに比べ物にならへんぐらいね、もう過去最高の瞬間でしたね、あの時はね。だからねもう水を飲んでも吐くしね、もう下痢やし、点滴のこの匂いとかね、消毒液、今でこそ普通になっているね手指消毒液あるじゃないですか、あんなんでもあの香りでもねおえってこう吐くしね、今ね点滴でも吐くって言いましたけどね、点滴ってね体の中に入れてるくせにねなんかこう匂いがねするんですよ。もうやばいですよ。でそんな状態っていうのはねもう体の至るところで副作用が起こってるわけなんですよね。だからねもちろんいろんなことが起こってくるんで襲ってくるんでね、解熱鎮痛剤とかね抗生剤とかね吐き気止めとかね、あとはカビを抑える薬などね液体なんですけどね、まあ、まずいんですよ。あれもね飲まなあかんかったんですけどもね、もうねそれを飲まなあかんねんけど、もうほんまにね飲めないんです。だって飲んでも吐くんですもん。でもねこう生きるためにはこれをね今の状態を落ち着かせるためにはこれ飲まなあかんねやって思いながら、まあ飲むんですけどもね、結局吐くからねほらやっぱりなってなるんですよ。もう壮絶でしたね。話を戻しますね。でその前処理前処置っていうのを、準備っていうのをねする目的としてはですね、患者さんの体の中の免疫っていうのはですね、他の、ドナーさんからもらうね、造血管細胞をねこう拒絶する力を持ってますので、前処置はその、拒絶する力をねこう破壊しておいてね、その拒絶をね予防する効果もあるんですよ。だから悪い細胞の体の中にねいい細胞が入ってくるとですね、悪い細胞がねそのいい細胞入ってくんなって言ってねもう喧嘩するんですね。でもそのままやったら患者さんはもう危険なわけですよ。だからこそ、いい細胞に助けてもらわなあかんがために、そういう風にバチバチな喧嘩をしてしまうとですね、もうなんか仕事にならないというか治療にならないから、とりあえず悪い細胞はとりあえず殺しときましょうということで、悪い細胞が働かなくなった時にこういい細胞を入れるという風なことなんですよ。でもね完全にね倒しきれてないので、その残ってるやつらがねふつふつと悪さをねし始めるんですよね。でね、その造血幹細胞移植がね、このようなね強力なね治療による、副作用とね、ドナーさんの細胞がこう働き始めるまでの期間のね、あと感染症とかね、ドナーさんの細胞の、患者さんの回復後にねその起こる免疫反応とかっていうののコントロールといったね多くの問題をね克服しなければなりません。なぜならね、これらの副作用とか合併症っていうのはね、実はね、命に関わることもあるんですよ。だからもう病気を治すためにやってる治療でですね、最悪なことになるなんてね、もう考えるだけで悲しいしね、怖いしね、すごい悲惨なことですよ。で、またね、その移植が成功してもですね、各種合併症によってね、体調不良がね、長期間続いたりね、してますしね、たとえね、その移植をしてね、完治したとしてもですね、もうまた病気がね、再発することだってあるんでね、もう長期間の通院がほんまに必要なんです。僕はね、今でこそですけどね、すごいマシになってるんですけども、ほんまに今もちゃんと薬を飲んで、白血病の、治療のために通院をしております。ね、最近はすごい歯の話ばっかりしてるんで、安は歯医者にばっかり行ってるんかよっていう風な感じになってますけども、歯医者はサブメニューなんですよ。メインメニューっておかしいな。メインっていうのは白血病の治療なんですね。それの副作用とか合併症ということで虫歯になっちゃってるということなんですよ。といった感じでね、ちょっとね分かりやすく喋ってるような感じでちょっと複雑になりすぎたかもしれないんですけどもね、造血幹細胞移植のお話をねさらっと簡単に僕の経験を交えながらお話しさせていただきました。次回はね全処置のお話をします。これもね先ほどお話ししましたけどもね、もうちょっとその僕がした経験をね、ちょっと深掘りしてね生々しくお話をしていきます。そんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。